クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノートです。今日はリニューアルした京阪園芸さんにお邪魔しております。今日は2月の19日、土曜日ですね。昨日からスプリングフェア2022が開催されているようです。こういう植え方もありますね。クリスマスローズの販売コーナーですね。売り場の様子です。広々とした感じになりましたね。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート。皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。